ゆうき、たかゆき、みつか、こばやし、せーの、オイスターズです。さあ、というわけでやったね、ウージーです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。やってきました、岩下の新生姜ミュージアム。やったー。栃木県、栃木県ですね、はい、これちょっとね、はっきり言って僕のわがままです。ほう、もう僕岩下の新生姜をこよなく愛してるので。へえ。もちろんお酒のつまみでも食べますし、はい、普通におかずとしても食べますし、うん、まあ、ちょっとアレンジでいろいろね、アレンジ料理を作ったりとかもしてますので、たまたま以前にね、アレンジ料理を作ったんですよ、アレンジおつまみみたいな。そしたら新生姜の、岩下の新生姜の社長さんがツイッターで反応していただきました。なるほど。はい、でいつかこの場所に来たいなと、ずっと思ってたんです。ほう、ちょっと距離があるんでなかなか す,、ね、まあまあ、すぐには来れなかったです。やっと、はい、ちょっとの2時間かけてね、はい、来ましたけど、はいはいはい、僕生姜も好きやし、はいはいはい、興味はないことないんですけど、うん、新生姜ね。あ、細かい。もうだいぶ違うんですか。もうちょっと分かってないわ、そこは。生姜と新生姜何が違うの。芯は何なんですか。それ知らないです。はぁ、それ知らないですけど、しかも岩下のとつけてください。岩下の、俺分かる。ちょっと俺全く同点だよね。岩下の新生姜はまあ分かりますよ。有名な、ね、まあそれは、はい、だいたいどこコンビニでも何でもありますから。知らんやろ。いやいや、今なんか知ってますって今なんか流れで知ってますって言い出したけど。いやいや、いや流れで言うのダメなの。大体そうやな。いいじゃないですか。あ、でも知ってんね、みんな知ってんね。いや、まあ、新岩下の新生姜は知ってますよ。そうでしょ。ごめんなさい、岩下の新生姜って言ってください。申し訳ない。類似商品がたくさん出てますのでね、一緒にせないでくださいね。岩下の新生姜僕好きなんですよ。怒るのは意味わかんないですけど、思い出がある。類似商品が出てるんでね。ちょっとなんか問題も起こってましたけども、岩下の新生姜ね。うるさいな。お前死ぬぞ。急に急に岩下の新生姜が急に死ぬぞ。お前どんだけ太ってきてんねん。食欲が止まんねんす。お前バランスボール入れてんのか。めちゃくちゃやで、これ、うん、すごい、確かに仕上がってる。何ヨギ棒か。すごいな。知りますよ、意外しますよ。ありがとうございます、まあ、ちょっと僕もちょっとずつ知っていきたいと思います。はい、あ、普段食べない。あ、まあ、うん、そうですね。新生姜でしょ。はいはいはい、岩下の新生姜、あ、食べたい、食べたことないです。お前もちょっとまた太ってきたんです。2段目に、顎の部分が顎じゃないっすよ。2段目に来てるんですよ。ここに来てるんですよ。あ、そうか、こっちか。ずれてるんですよ。そうそうそう、はいはい、あ、そうかそうか。俺、顎こっちや思ったからもう。二十がなんと2段目の方に顎切るの。あ、ごめんなさい、僕2個あるからどっちかな思って。そんなんどうでもいいんですよ。そんなんどうでもいいけど、ちょっとめっちゃ楽しみなんで。うわ、確かに。ちょっと早速行きましょうよ。はい、行きましょう。行きましょう、行きましょう。もう基本だからピンクなんですよ。うまいわ。全部ピンクだ。生姜の色。本当にピンクだな。うーわ、ぜ。あ、いらっしゃいませ。おはようございます。新生姜人間がいらっしゃる。ちょっと急がない。お初にお目にかかります。はじめまして、岩下です。社長さんです。はい。社長。はい。もう社長が新生姜じゃないですか。うん、そうなんですよ。普段からこういう格好でいらっしゃるんですか。だってここは、はい、いや、だから今日だけじゃないんですね。あ、女性、そう、本当にピンクですね。ありがとうございます。新生姜食べてたらこうなってきました。食べ過ぎに。いやそんなわけないでしょ。食べ過ぎで汁につけたんでしょ。汁つけてないでしょ。ここのお店は何なんですか。いろいろ買えるんですか。いわゆるその新生姜が。ここはね、そう、新生姜の、岩下の新生姜を、まあ、好きになってもらうための関連グッズね。関連グッズ、関連グッズ、こう、まあ、グッズと、食べ物いっぱいあるんですけど、なんかいろいろお菓子とかいろんなもので。そうです。これ先ほどちょっと話してたんですけど、生姜と新生姜の違いって何なんですか。生姜の仲間の、生姜の種類の中に岩下の新生姜の原料になってるペンタオジャンっていうのがあって、それが台湾の特殊な生姜。年齢が若い、若いとこ美味しいじゃないですか。確かに。それを土かけを3回繰り返して細く長く伸ばすので。なるほど。他の生姜とちょっと日本に入ってない生姜だったから、新しい生姜ってことで新生姜と。新生姜と。そうなんですね。社長がお付けになられた名称ってことですね。仙台の社長。あ、仙台が、はい、岩下の新生姜ね。あ、失礼しました。ちゃんと岩下の新生姜もありがとうございます。そう、当然好きで類似商品が出てるからね。うん。
全然違うから。わあ、わかりました。それは。社長より熱量おかしいっす。俺ニュースで見てめっちゃ腹立ってんやから。確かにそうやわ。ずっとアピールしてる声いる。生き物がいる。あら、怖っ。ちょっと。アピールが。え、社長、社長、何ちゃん、何ちゃんですか。イワシカちゃんです。イワシカちゃん、幼児の方、幼児の方ちゃうの。イワシカちゃん、新生姜じゃなくて角が新生姜です。あー、そうだ、鹿だ。麦わら帽子かぶる。イワシカちゃん、イワシカちゃんやんか。どうも。うわ、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 すごいテンション高いやん、今日。いやいや、内部構造いいんだよ。内部構造、中の説明はいいんだよ。そうか、角くんにこうなって。いやいや、違う違う、角で手は違いますよ。足はこっちありますから。あら、あー、え、こうやってたのがこう。忙しいな。そうなんです、そうなんです。違う、尻尾なんですよ、普通。いや、かわいいわ。ねえ、かわいいな。で、この子は、はい、さっき宮崎さんおっしゃっていただいた類似品、ちょっとけしからんということで、はい、あんまり似てるんだけど、直す機会がないから、うちがパッケージ変えよう、はい、それで目立つように、はい、やって。なるほど、その類似品はもうダメだということ で子供さんに大人気になったんだけど、食べたら辛いというごめんなさいって。そうか、お子ちゃまにはまたちょっと大人になるかもね。でもちょっとアレンジしたらね、お子ちゃまでも食べれますので。ありがとう、イワシガちゃん、はい、ちょっと見てくるわ、はい、じゃあ中ご案内しましょう。ね、ここはライブステージになってて、お笑いの方なんかもライブしてた。あ、そうなんですか。はい、ここで、ここでちょっと傘上げしたりしてね。特注で、特注で闇営業ちゃうんここでちゃんとした営業や。取っ払い、取っ払いで取っ払いでやれへんわ。もうなんでイワシの新生姜の場所で取っ払いで来ないねん。いや、楽しそうだね。いや、ちょっと、ちょっと、一つにまとまりませんね。ずっとやってるから。何をしてんの。目立っちゃってる。すいません、行きましょう。すいません。これ何があるんやろ、奥に。このなんか楽しいもんやで、これ。自動販売機があって、これは。これ何ですか。スケジュールの自動販売機。あ、スケジュール、嘘、これ欲しい。はい。スケジュール、スケジュール。うずらの卵をつけるとピンピンくなるね。おー、いいっすね。あとモッツァレラチーズ。あんなに喜ぶのに。モッツァレラチーズいいっすね。酸味加え、奥さん好きやから美味しいです。確かに、あんな皆さんが初めてよ。ですね。本当に欲しいんだなって思った。マジで買って帰る。目が生き生きしてる。めっちゃ楽しそうなんだよ。これでちょっとなんか薄めて、そうめんやりたい。なるほど。あ、そう、そうめんはね、絶対美味しいですよ、ね、そうめんね。ここピンクの生そうめん、ちょっと2人でやったら。ピンクのそうめんスライダー使って、ここで流しそうめんをつけられた。いや、絶対うまいですよ。こんな着替えてきたの。どうしたみんな、つ、はい、いてこいよ。いや、2人で盛り上がるから。どうせめてカメラ1台だけにしたの。見ないとちょうだい、見ないとちょうだい。いきますよ。色が好きなんですね。そうね、かわいい。反応もう結構な影武者で。影武者で。甘さんもいいね。ゆるキャラ1号、2号。うまい。あ、そうそう、商品はもう本当にいろんなものをやって。すごいですね、押すなよ。コラボ、イワシカちゃん押すなよ。お前、ずらめ。何し、何をしてんねや。壁に押し付けてくるんすよ、イワシカちゃんが。違うね、もうほら、ゆるキャラ同士でライバルや思ってるから。あ、そうなの。これ見てたんすけど、邪魔ならイワシカちゃんの方だな。邪魔や。だから、どっか行ってくんねえから。イワシカちゃん、ほとんどみんな映らなくなっちゃう。ちょっと後ろの方で待ってね。ちょっと待っててね。みんな行くよ、みんな行くよ。ごめんね、イワシカちゃん、ありがとう。イワシカちゃんはこれ、これ、これ、これですよ。こんだけあんねや。いろいろ。すごいですね。こんなにあるんすね。いろいろ。まあ、これは出してきて、それで、まあ、残念ながら終わってしまったものが、焼きそばとか、青汁とか。焼きそば、うまそう。美味しいです。結構美味しい。俺食べた。すごいな、宮迫さん、やっぱ。みんなほんま思ってる以上のマジですけどね。熱量がちょっと分かってきました。分かってきた、分かってきた。まあ、いろいろやってます。いや、すごい。一番最初はどれ。試行錯誤して、一番最初はこっち側に87年にスタートした。あ、あれだ。あ、本当だ。見た、歴史見た。あ、はい。俺が高校生ぐらいの時か。そうですね、87年生まれる前ですね。で、コマーシャルガンガンやってたのはこの辺の時代。ああ、95年新生姜の時ですね。はい。あ、今もこの時バリバリやと。結構変えてるんですね。そうですね、変えてるんだ。漬物を
食べられなくなって苦労しまして、で売り上げがまあちょっと具合良くなくなってきて、それでパッケージをマイナーチェンジやたらするいう状態に、会社があまり余裕がなくなってきて、そんな状況あったんですね。そうです、取れてるイメージですよね。そう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 、確かにずっと縮小して、はい、それでこの辺でもうちょっとだんだん血迷って、はい、新生姜だからニュージンジャーでいいやっていうことで、はい、血迷いましたね。血迷横文字にしちゃった。近年はパッケージの変化が少ない、多かった時期っていうのはジタバタした。まあまあいろいろね、あの芸人もそうやんか、ちょっとあの瞑想機ね、お前らもいろいろキャラ考えたでたどり着いたここでね。セーラー服だったんですよね。ね、もう今はもう覚えてないけどね。言わなくていいっしょ。辛辣だな。まあミツコはまだあれやけど、もうお前の学生服なんか誰も覚えてない。分かってますよそれぐらい。瞑想日の目見ますよ。いや本当だ、ね、いいこと言って、絶対日の目見ます。大丈夫大丈夫。必ず当たります。ありがとうございます。バックに岩下の新生姜いるってことですよね、僕。そうです、いやだからもうついてます。舞台でね、はい、あぜひ呼んだってください。ぜひぜひ。 あそこの舞台で狭い岩下ちゃんのコントをします。コント、いやいや、喧嘩コントやるんで、はい。トリコの、そうそこで寒かったの、これなんか冷めてないの。でこれは左から振っていただくと謎のメロディーが、謎のメロディー、並んでやりますいろんなパターン、並んでやりませんこれ。2個持ったりとかするの。じゃあこう1個持つから、こう1個、はい、せーの。イエーイ。ありがとうございます。何がまずいですよ。楽しんでるんですか。本間のテンポでやろう。本間のテンポってね。てててててあ、早い。はい、本間のテンポで。両方だからいけっかな。言うで。はい。もっともっと。じゃあ、はい。てててててせーの。てん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 。おお。おお。いいよ。何が。ちょっと。一人だけ、ほんと3回やめて、あと10回やろう。もういい、もういい、2回目もきつかったっすから、現在はい、始まりました。 CM のね、使って3回やったの。 CM のメロディーね。言いがしったな、新生姜。テンション上がるわ。これ本物のギターです。これも新生姜。おお、新生姜ギター。新生姜が生えてくる時のその感じ。これ弾けるところあるんですよ。あ、実際にギターが弾けるところ。え、まだ広がる。ほんまや、すごい広くないの。はい、ピンクを振るんで一番。かっこいい。すごいな、かっこいい。そんなアレンジあったの？なんなのこれ。アレンジがすごいな。かっこいい。すごい、すごい。かっこいいわ。ありがとうございます。天才です。素晴らしい。素晴らしい。え、誰がやってもできるんですか。これ誰がやってもできます。社長が乗ってもやりますよ。社長、社長ちょっと一回できるんだ。これやるの。無理しないよ、社長。プレゼント。ちょっと低いときも。やっぱ言うても衣装的には社長がバッチリ。バッチリですね。これ同じのでいきますか。はい。社長、導入で腰いってましたよ、ね、大丈夫ですか。パッてなってますね。膝と腰押さえたもん、ね、すいません、無理させまして。今朝ちょっと急にぎっくり腰になりました。なるほど。柴谷さん、柴谷さん、初のツーショット。初のツーショットっすよ。東海さんとはね、あの絡んでないので。ぜひ柴谷さんお願いします。いや、もう素敵な人でしたよ、本当に、ね、これが、うわ、でかっ。うわでかっ。これは、あの、被り物。被り物。昭和の被り物。かぶり物って、あそこから顔出すってことですか。で、走り握られてるんですね。の一番に言うの。あ、の一番に。バカを。そこだけだと顔半面にしかなりません。あ、これ全体と見られてる。全体見られてる。行こう行こう。カブサー。おい、イワシカちゃん、イワシカちゃん映ってる。テンポ映ってる。もう一回やったから。もう一回やったから。
もう連携取れてサボってんねん。東田さんの連携取れてる。今サボってるから。サボってるから。はい、いきますよ。なるほど、会えるわ。新生が楽しいな。見てみて。これはいいわ。うん、楽しいぞ。ちょっと早めせんだよ。さて、これは、新生姜。新生姜の部屋。うわ進んでいくな。これさ、本当になかったことですよ。あ、ほんまや。ひどいよ。すごいよ、ここ。これは、キティちゃんの部屋。こちら、ミニマウスの部屋で。なるほどね。雪浮きて新生姜呼んであるわ。雪浮きて新生姜。だって本全部新生姜。確かに。サラダ記念日呼びますね。うぜやん。我が輩は新生姜でやるやん。そうですよ、一番下よ。セーラー服と新生姜。セーラー服と新生姜あるわ。時をかける生姜もあるよ。あの、我が輩はの隣、あの、岩下新生姜やめるって呼ぶ。これ結構問題だって。面白い。昔やめるって呼ぶ。君の新生姜を食べたい。新生姜重いっすね。ここを定期的に変えてほしいな。変えてほしいですね。変えてほしいよね。楽しい。これここから宮迫さん、ちょっとそこ一人でお座りになって、そこの左側にかけて、そしてこう二人がちょっと語ってあ、写真そっからね。ああ、まだか。マジで好きやから止まっていったよね。マジで好きやからこんな感じなの。なんでもほんまにこんな感じでやってなんで。明日、まあどうし、タクダイ出す、出す。リアルじゃないですか。タクダイ出すはリアルだな。頼むわ。あー、やめてください。お客様、これあの、新生姜ですから。何をくどいてはるんですか。いや、困りますタクダイ出して。びっちょびちょになってます。唾液でびっちょびちょ。びっちょびちょ。この子びっちょびちょ。興奮する、興奮する。いろいろなんかコラボされてるんですね。あ、そうです。これ辺はね、素人さんが書かれたものとか。ここら辺は黒ですけど、あの、新商品好きだったりとか。もうパンアート完全に分離してるから、ね、出てもらって。おい、みんな聞いてんのか。はい、聞いてます。聞いてないというような。そっちが没入がすごいんですよ、没入が。声がちっちゃいし。ファンアート。あー、なるほど。プロの方も書いていただいてるけど、新生姜好きやっていう方がいろいろ書いてくれてます。エコザみたいな。そうそう、エコザみたいな。で、こういうのね、ちょっとふざけてるんで、年配の方とかに怒られちゃいけないなと思って。あれあれ、ちょっと待ってください。あれバメトーク2021年。あれやってたんじゃないですか。いや、2022年やったら俺はもういなくなってるな。社長、出てるじゃないですか。そうです。こいつらより絶対僕の方が家飲みしてるんですよ。まあまあね、本気のやつですね。本気の家飲みで。いや、あの、家から出れなかったんで。確かにね。だから俺らも絶対家飲みしてるよな。確かに確かに。まだ2ありますからね。出れるか。出れるかっていう。で、お料理はもういろんなものを本当に。うわ、アレンジレシピ。アレンジレシピ、これね、いっぱいあるわ。実際のお店で提供していただいてこれ、お店で提供してるやつなんですよ。パンになったり。ちょっと待って、たこ焼き屋さんも結構やってますね。たこ焼き結構入ってます。社長、あ、宮田子。僕、宮田子って店やってるんですよ。あ、そっか。あ、そうですか。じゃあ、中にちょっといいですか、コラボさせていただいて。入れましょうね、ぜひお願いします。え、中に入れるのもありだし、割と普通のやつにのるっと乗っけてもいいですよね。乗っけちゃうのもあり。あの、では塚田農場さんみたいにタルタル、タルタルタルをたこ焼きに乗っけてもいいし。めっちゃいい、それ。あ、これちょっとお願いします。あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。なんかやっと、あの、カルビとか油多めの肉をと一緒に食べたら、レモンサワーに入れてもうまいです。あー、うまいね。話してもらっちゃ開かないんだから。あ、うまい。食堂あったじゃん。いや、これはほら楽しくなってきたやろ。あ、確かに確かに。これは分かりやすい。食べたい、食べたいっす。食べたい。もう行きましょう、食堂。食べたいよな。食堂行きましょう。え、ちょっと行かないと。なんか誰とも会話できてないかも。全然ボケないから。もうゾーン入ってるゾーン。全然宇治原くんが突っ込むとこない。そうなんですよ。すげえの。もったいないもん。これ全員でできるの。あ、そうです。え、ハッチでキャッチ。イワシカちゃんは、イワシカちゃんを行くで。はい。あ、こっちに出るか。あ、今の？まで？あ、初め。え？
あそういうことか。えあこういうからこっちから来る。はっ何がそっちだけか。うわすげえすごいこっちだ。かけて全部消えたんで。ちょっと待って、ちょっと待って。前半うますぎんねん。こっち全然おもんないよ。いいよ、秋。うわ。うわ。じゃああれ乗っかってて。あれ取ったやつでしょ。あ、2面いきます。あ、2面。はい。こっから難しいやって。これ子供たち阿鼻共感の世界。阿鼻共感の世界。はや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 。はや。絶対前半うまいって。前半うまい。はいはいはい。何してるこんなにやるもんか。ダメラスト、ラストステージ頑張りました、ラストステージよっしゃあともうちょっと頑張ろう。もうええわ。おい、ステージだ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 。なんか頑張って。いや、もうええ。わ、すごい。ええ、まだあんの。いや、もうガチやめましょう。もう体力無理ですよ。やっといてください。注意事項書いてます。はい、大人の方へ、はい、このゲームはお子様優先ですって書いてます。ごくちゃんと呼んで。肩がよし、肩が痛い。行こう。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。これ子供は楽しいな。いや、超楽しいですね。そうですね。で、あ、じゃあプロジェクションマッピングをどうぞ。いっちゃいましょう、いっちゃいましょう。はい、しょうがだけで。あ、ちょっとこっち見ますか。じゃあ、いろいろあるんですけど、寝袋、おくるみ、パーカー、それから T シャツ、その他いろいろあるんです。俺多分、キスすると思う。結局、恐ろしいですか。あの街出るじゃん。何してんねん、こっち取れ。じゃあもう二人の世界がすごいんすよ。楽しいやろ、いろいろ。イチャイチャして手つないじゃないですか。わかんねえよ、見ろアホ。見ますけど。大きいお金動きそうやな、あの二人は。ですよね。うん、コラボがいっぱい。いいな。いいな。確かに。商談に入りそうなんですよ。宮田元宮城で。確かに。たこ焼き屋も。二個だな。めちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃ相性ええな、あの二人。ピンクなものはそれも新生姜やね。そんなことないな。ここは新生姜の商談が前に作ってくれて。次会った時も宮迫さんもあの色になってって。ピンクの頭で消えた。つけ込まれてんじゃん。次会った時も何を勝手に喋ってんねん。つぶつぶの関係を傷つけやがった。次やったら宮迫さんもこの色になってんじゃねえか。ピンクの服に合います。めちゃくちゃ合います。全部服ピンクに変えようね。ほら来て。333m。あれ始まる。あ、始まるわ。始まります。プロジェクションマッピング始まるよ。え、どこでね。どこで。お前え、どういう。あ、どう。え、あ、来た。あ、始まる。9 8 7 6 5 4 3 2 1。あ、結構しっとり。始まりに優しかった。結構しっとり。結婚式。生まれた時から。生まれた時。キロロキロロキロロ。これは可愛いね。ユニクロブランクに出るそうじゃないですか。あ、嬉しい。そうですね。全部で5分ぐらいあります。あ、じゃあ社長、じゃあ大丈夫です。聞いて切り上げるってことなんですか。だいたいいいでしょ。はい、いやでも素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。そんな感じ。食べましょう。じゃあ楽しませてくれる。食べましょう。え、食べましょう。はい、じゃあ行きます。そうだな。お腹空いたんで。すごいなぁ。すごいなぁ。あ、こっち来てないわ。はい。すごい。あ、すみません。入っちゃった。これはモヤズ部屋になってるんですけど、はい、ドラムが一応叩ける本当のドラムを、これライブで使ったりする。モヤズじゃん。そうです。モヤズ。実際ドラマーの人みたいですけど。あ、マジ？はい、ドラマです。おやって、そしたら。いわしたの新生姜ってやってる。あ、いいですね。じゃあ音響ちょっと再開。
これさんいけそうですか。あ、叩けますけど。おー、いけない。岩下の新生姜叩けます。新生姜難しいですよ。すごいぞ、これ使ってるメーカーなんですごいです。あ、マジで。あ、そうなんですね。岩下のドロンと新生姜って、岩下の新生姜、はいはい、岩下の青新生姜、新生姜、ダメダメダメ、こんな人がないんだよ。これはお蔵入りだ。これもうこれは流さないでください。自覚あり。気づいたよ。よかった。よかった、賞金戻ってくれて。よし、ありがとうございます。ご飯食べよう。食べよう、食べよう。お腹減った。いやー、もうお腹減った。これは、長さんと言ってくれて。定番です。俺らは言われんかったから。お食事はお好きなものをどうぞ。わあ、何ピザ美味しそうだな。今ですと、こんなのすげえ飲む。あの、すごい。新米フェアってやってて、で、おにぎり。あと、肉巻きと。はいはい。いろいろ頼もうぜ。はい。カルボナーラすげえな。じゃあいろいろ出しましょう。いろいろ出しましょうか。はい。お願いします。はい。いろいろ。いろいろ楽しみ。あ、来た。あ、来たよ。おお。うん？は？それは。うわあ。すげえ。うわ。パーティーだ、パーティー。新生姜の肉巻きと唐揚げの合盛りのプレートです。すごい。11月からの合盛りプレート。うわ、パスタや。うわ、すごい。カルボナーラに。カルボナーラ。すごい。カルボナーラ食べてみたい。合うんだ。じゃあこちらが続きまして、ワンツープレート。これは今の10月バージョン。おにぎりやん。今の一番。炊き込みご飯的な。わあ、おにぎり。生姜飯かうまそう。隠れた人気商品。絶対美味しい。でっかいおにぎりと。豚汁と。おにぎりと豚汁のセット。豚汁。これは悪魔系。絶対うまいですよ。こってりした。これ満腹ずっと頼むと、この美味しい無糖がタダでもらえるんですか。あ、ほんとそばだ。うわー、これはすごい。絶対美味しい。確かに合うわ。後乗せなんですね、生姜はね。食べよう。食べましょう。食べましょう。じゃあ、これちょっとパスタ興味ある。さすがにカルボナーラに新生姜っていう発想がなかったですね。いただきます。確かに。豚汁は皆さんあった方がいいかな。どうかな。あ、入るかな。大丈夫。どうです？うまい。ですか？美味しい。合う。面白い。面白い。面白い。合う。合うんだ。美味しい。食べてみていいですか？うん。めっちゃいい。うん。じゃあ次僕行きますか。かけ時間かけすぎや。かけすぎよ。食うの下手すぎやろ。初めて、今初めて食べてるところのなんか食レポみたいな空気感感じて緊張してる。やばいと思って。すげえ待ったよ。すいません。美味しい、合う。いや、本音を言うと生姜がほとんど入ってなかったっていう。どないやねん。ないっしょ。食い方下手やねん。すいません、初心者で。タルタルよ、タルタル。ちょっと、俺タルタルいったよ。うせえね。新生姜タルタル。タルタルも、あ、タルタルに生姜が入ってる。これマジうまいだ。めっちゃうまい。これも。ちゃんと新生姜がいる。え、いいっすか。うん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 。やっぱタルタル抜群に合うね。いいっすね。本当の食事をただ食べる。あれ？いや、うまい。タルタルうまっ。めっちゃうまいよ。普通に食事してた。生姜ご飯めっちゃうまい。うまいな。あ、うわ。それ絶対うまい。めちゃめちゃうまい。え？なにこれ？カレーね。生姜たっぷり入ってるカレーね。カレーな。やるわ。うわ、カレーちょっと行かしてもらおう。うわ、これ。このビジュアルたまらん。カレーに生姜ってイメージないですけどね。うん、あんまり。このカレーの中にも。はい、みじん切りの新生姜。新生姜うまい。ちょっとじゃあちょっと食べます。うん。あ、うまい。合う。うん。チーズの。チーズ。あら。チーズ、あの、面白くて美味しい。うん。なるほど。あの、カレーの中に生姜の、生姜を噛んだ時に、パッと爽やか感がある。すごい新鮮ですよ。うん、うまい。
レベル高いっすね。めちゃくちゃ高い。豚汁、豚汁ね。豚汁いただいていいですか。豚汁いっちゃってよ。これ豚汁本当に食べ物の中で一番好きなんです。さっきちょうだい。え、なぜだ。なぜだ。合ってますよね、なぜだは。なぜだから。そんなツッコミある。指つけさせて。え、なぜだ。なぜだでいいのかな。ああ、そうか。はい。本当にうまいじゃん、これいいよな、うん、なってなってピザ、ちょっとピザ、ちょっと一回食べようかな、ピザ俺大丈夫、なんで今俺大丈夫、なぜだよ、なぜだよ、なぜだが今流行ったんやから、なぜだやれや感の感の悪い芸人やで、すいません、なんか、自分のせいあんまり芸人モードで生活してないから、どう考えても今、なぜだやろ、すいません、天丼がね、苦手なんだ。というわけで、新生姜ミュージアム、もうすごく来たくて来て、あの想像の何倍も楽しかったです。ちょっと疑ってました。どんな、何やろ、2時間かかったので、生姜を求めて。東京からね。ちょっと、ハテナはありましたけど、楽しかったです。めちゃくちゃ面白い。めっちゃ楽しかったです。これ来るべき。で、ぜひ。あとこの、もう料理、ね、でも料理だけでも食べに来て、お前ね、レストランとして食べられるから。ぜひ皆さん、あのよろしければ、社長、社長ありがとうございました。ありがとうございます、本当。ありがとうございます。本当楽しかった。社長と会えるかもしれない。社長、わかんないけど、ちょっと老けました。お疲れになったから。だいぶ、お腰がね、腰があれでしたけど。腰がね、すいません。今後とも、あの岩下の新生姜買わせていただきます。ありがとうございます。大人の約束大好きです。楽しかったです。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。負けそうな